はい、やっと。はい、忍びですね。こちらファミコン版の忍びですね。日本では発売されてないですね、これね。日本では PC エンジン版とかね、出てますけど、まあ、もともとセガの作品なんで、セガマーク3とかのゲームなんですね。はい、じゃあこれ初めてプレイしますけどね。天元って書いてあるな。ね、セガって書いてますね。はい。これ、まあね。まあ、結構よくできてますね。これ一発でやられるんじゃなかったかな。あ、一発じゃないね。一発で死なないんやね、これ。PC エンジン版一発でやられるんですよ。ヒットポイントありますね、これね。あ、しまった、しまった。これ完全に荒れちゃうの、こうやって。こうやって行った方が、一瞬で逃げた方が取りやすい。ああ、食らってもうた。ああ、撃たれ、結構撃たれるな。何これ。ああ、こんなんがあるんや。これ、 PC エンジン版にはなかったな。おお、ボーナスステージか。なんか今の曲って PC エンジン版でいう1面の曲だったんです。で、この曲は2面の曲なんですけど、さっきこのゲームの1面の曲がこの2面の曲と同じ曲でしたね。はい。降りてくるんやな。違ったっけ？あ、やられた。あ、しまった。うわ、敵強え。でもこれいいですね。ヒットポイントがあるのがいいですね。ファミコン版一発でやられますからね。ファミコン版ちゃうわ、 PC エンジン版は。セガマーク3版はどうかわかんないですけどね。ヒットポイントがあるってのが、なんか、助かるというか。はい、クリア。これ1面のボスですね。ああ、やられた。これ頭が弱点だったと思うんですよね。でも難しい。あかん、むずい。これ遠くから攻撃した方がいいんちゃうの。ああ、でも追ってくるんか、あの球。あかん。こうやって、うわ、そうか、ブーメランみたいに帰ってきよるんか。あかん。あ、倒した、倒した。墨って書いてある。ああ、しまった。
わあ、これでクリア。あ、モナコステージ。これが一面の曲と同じなんですよ。ピーチエンジン版で言うね。あー、逃した。なんかこのジャンプする音が、バイオ戦士団っていうゲームのね、次のステージにワープするときの音に似てるんですね。まあマニアックすぎて知らない、わからない人もいるでしょうけど、知ってる人なら納得してくれると思います。はい。バイオ戦士団っていうジャレコのね、ファミコンのゲームがあるんですけどね、それの次のステージにね、ワープするときね、その音がこの音、バヤンヤンヤンって、この音ね、同じ音なんですよ。まあほとんど知らない人の方が多いでしょうけどね。まあ一応知ってる人が聞いたら喜ぶ話かなというね、感じです。はい。結構進んでますね。これ多分落ちたらやられるな、これ。うわ、あ、これ落ちても大丈夫なんや。海に見えた、これ。これ海かと思ったんや、下。あ、厄介やな、でもこいつ。やばいやばい、やられる。結構残機ありますね、このゲーム。おっと。厄介だな。あー、難しい。うわ、むずい。これコンテにはないんよね、多分。あ、そうか、やっぱこうなるのか。はいはい、わかりました。じゃあ次のゲームやりましょうかね。